皆さんこんにちは。今回は3代目 JSOUL BROTHERS のグッズをオンラインクレーンゲームトレバで獲得を目指してやっていきたいと思います。で、3代目のね、グッズが10月に結構たくさん出まして、大きいぬいぐるみとかね、パスケースとかいろいろ登場したと思うんですけども、多分ね実店舗でプレイされた方多いと思うんですけども、トレバでもね、結構たくさん、景品扱っていたので獲得目指してやっていきたいと思います。で、今回はね、この3代目グッズの中でもクッションの景品があったので、これ狙っていこうかなと思っています。で、今予約待ち1番で前の方がプレイされているのを見ていて、次順番が回ってくれば自分のターンというところになります。で、プレイチケット2枚あるので、この2枚を使ってなんとか無料でね、獲得を目指していきたいと思います。で、オンラインクレーンゲームあんまやってない方もいると思うんですけども、トレバではプレイチケットね、毎日2枚とか3枚今もらえることができるようになっていますので、なんとかこのプレイチケット使って無料での獲得というのを目指していきたいと思います。さあ、順番回ってきたのでやっていきたいと思います。で、今回の台なんですけども、手前側にね、このピンクの箱を落とせば景品獲得になるタイプの台で、かなりトレバでは珍しいタイプですね。この水平な形であれば結構あるんですけど、坂道になっているのって割と最近現れたタイプの台なので、まあ、どんな感じで獲得できるのかというところも合わせて紹介していきたいなと思っております。で、今ね、置くボタンを押さずに待っています。で、これ30秒間待ってね、ボタンを押さないとその場所で、加工するような形になるんですけど、奥ね、なるべく手前側を掴みたいなと思っているので、ボタンを押さずに30秒間待って今プレイしてみました。で、景品ね、結構持ち上がって結構滑るんですよ。かなりいい感じですよね。なので、あと1枚プラス、まあ、TP ちょっと使うかもしれないですけど、なんとかギリ獲得できるんじゃないかなというところでやっていきたいと思います。オンクレでもね、結構3代目のグッズって、人気でね、結構並んでる方多かったんですけども、やっぱぬいぐるみとかはね、全然取れなそうな台が多かったんですけど、このクッション系の台に関しては割と取れそうな台あったので、ワンチャン狙ってみようかなというところで今やっています。かなりね、手前側まで来てくれてるんですよね。で、これね、アームバー弱いと、トレバだと全く景品持ち上がらなくてね、全然進まないケースもたくさんあるんですけど、この台割と進んでくれるので、結構ね、取れるんじゃないかなと思って今やっているところになります。さあ、2手目ですね。これで取れば無料ですね。さあ、どうか。うわー、なんでだろう。ここら辺から急に進まなくなりましたね。さっきと全く同じとこだったのに、全然持ち上がらなくなりましたね。いや、これね、取ればでよくあるんですよね。なんか急に持ち上がらなくなっちゃうっていう。まあ、アームパワーコントロールされてるわけではないと思うんですけども、やっていきたいと思います。さあ、3手目ですね。TP 使ってやっていきます。ちょっと奥狙ってみます。やっぱ奥持ち上がらないですね。多分ね、箱の上のところに重りがついているので、上のところなかなか持ち上がらないと思うので、はい、ここからちょっと課金してやっていきたいと思います。なるべくね、トレバで課金したくないんですけども、ちょっとね、結構いい景品なので、自分も欲しいなと思っているので、ここからはやっていきたいと思います。1回ね、2000TP なので、大体200円ぐらいですかね。やっていきたいと思います。まあね、ちょっと奥はね、結構きつかったので、ちょっといろんなとこ試してみたいと思います。今度は真ん中ら辺ですね。どうでしょうか。まあ、この辺全くダメでしたね。全然持ち上がらなかったので、ここはダメですね。なので、多分狙うなら、やっぱ一番最初にやったギリギリ手前のところなのかなと思うので、やっぱちょっとそこ狙ってやっていこうかなと思います。で、30秒間ね、待つっていうね、必要があるんですけどね、これね、結構重要で、30秒間待つの時間もったいないって思う方もいると思うんですけど、なるべく手前を掴みたいんですよ。本当にギリ手前。もっと言うと、この、アームちょっとね、初期値先に行ってるじゃないですか。もうちょっと手前に狙いたいくらいなので、まあ、これはね、時間使っても30秒間、ボタンを押さずにやった方がいいかなと思います。ただ2回目やった時にね、同じやり方で全く動かなかったので、ちょっと今回も動くかどうか気になるんですけども、さあ、どうでしょうか。さあ、手前ですね。いや、でもちょっと来てるね。ほんのちょっと上に持ち上がることはなかったですけど、ちょっとだけ、振動でね、手前に落ちてきてくれてるので、まだチャンスあるんじゃないかなと思います。さあ、さらに課金してしまいましたけども、やっていきたいと思います。もう1000円以上ね、課金しちゃってるんですけども、もうしつこくここ狙っていこうかなと思います。結構ね、坂道の下の方まで来ちゃってるので、手前側掴むことが難しくなっちゃってるんですよね、30秒間待っても。なので、だから上に一気に持ち上がるってことができなくなってきてるんですけど、さあ、ここからね、沼って全く取れないのか、取れるのかっていうところを注目しながらご覧いただければと思います。この台ね、結構ちょっと数増えてきてるような気がするので、他の景品狙う方もね、ぜひ参考にしてもらいたいなと思っています。さあ、どうでしょう、ここっすね。はい、やばいっすね。沼ってきました。ここから進まないんだ。これがね、まあトレバあるあるなんですけど、こっからどうですかね。手数かかんのかな。
まあ、ちょっとここまで来たらね、せっかくなので最後までやっていきたいと思います。くっそ、こっから進まない感じかな。まあワンチャン奥狙ってっていうのもありかもしれないですよね。あの奥の、真ん中ら辺にあるバーのところにもうちょっとしか乗っかってないので、もしかしたらね、あの奥狙ってっていう可能性もあるかもしれないですけど、もう一回手前狙ってやっていきたいと思います。これでダメだったら奥狙ってみようかなと思います。もう課金してこれで何回目だろう、4回目か5回目ぐらいなので、もう少しで1000円ぐらいいっちゃうんですけど、そろそろね、あの取りたいなと思いますが、どうでしょうか。ちょっとね、左寄せしてみたんですけど、つかめなかったですね。やばい、これほんとやばい、沼ってきましたね。これ実店舗で取ったらどれぐらいなんだろう。3代目グッズね、実店舗で取った方いたらぜひ教えていただきたいんですけども、なんとかね、オンクレでも結構たくさん扱ってたので、まあ、オンクレでも取れるよっていうところを証明したいんですけど、さあ、まあ、これダメだったら諦めます。奥狙ってみますが、といきましたね。はい、ということで3代目 JSOUL BROTHERS ロゴクッション獲得することができました。なんだろう、もうちょっと前から多分奥狙った方が良かったかもしれないですね。そしたら1、2手、もうちょっと手数かからずにいけたかもしれないので、もしこの台プレイされる方、参考にしていただければと思います。はい、ということで、もしよければチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。